どうも、高井です。なんであなたの財布のお金の減りは早く、生活はより苦しく、貯金は思ったほどできないのか。この本では、実はその原因って、あなたが普段買い物している商品の値段が気づかないうちに上がってるからですよっていう話が答えです。中身には、ハーゲンダッツの話が載ってないですね。ハーゲンダッツって値段は変わらないかもしれないけど、そこが上がって中身の容量がギュッてちっちゃくなっていってる。いかに買い手消費者に気づかれないように価格を上げていくことがポイントみたいな、実質値上げってやつね。トイレットペーパーだって減り早くなってるって話なんですよ。あまり気にせず使ってる人っているかもしれない。でもあれ、思ったよりもトイレットペーパーの切れが早いなとか、牛乳パックが一番わかりやすいよね。今まで 1000ml で売ってたのが 900ml の牛乳が出てきた。数字としてもはっきり出てくるとわかりやすいよね。あなた自身の給料はおそらく緩やかな右肩下がり、もしくは現状維持っていうのはほとんどかもしれない。だけど身の回りの商品っていうのは値上がりしていっている。このことが原因で財布のお金の減りが早くなっていってるし、思ったより貯金できなくなっていってる。こういう値段の話をね、本を読んでみると、経済の本だけじゃ読み解けないような、あなた自身の財布のお金に関することが見えてくるかもしれません。読んでみるとね、面白いですよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。